今日はこのスパークリングワインいただいてます。これダークナッツというジョージアのスパークリングワインですね。まあジョージアと言ったら6000年7000年 そのワインの歴史のあるところですね。でここいつも利用してますワイン会社の方からですね、今日新年でこうして皆さん集まるという話をしたら1本これ提供しますから飲まってください、その代わり私の方がパンフいただいて皆さんにアピールしますからという、そういう交換条件のもとでやっておりますので、これよかったらこれありますで、角井田ワインの、申し込み用紙もあります。でここの角井田ワインはですね、もともとがあれなんです、何ですかね、坂本の黒酢じゃありませんけど、黒酢メーカーなんですね。で黒酢を作るときに亀の中で発酵させて作ると。でジョージアのワインはそういう亀作りのワインが、伝統的文化的なあれがありますので、そういうクメベリーという、プチカメの中にですね、入れて発酵させるという、それが非常に似通っているということでジョージアのワインを取り扱い始められたというきっかけでワインを取り扱い始められます。で現地から5社くらい取引の会社がいます。まだまだ気に入ってる方もあるかもしれませんが、ちょっとスタートが遅れましたけど、これから始めたいと思います。進行をさせていただきます。飯田と申します。さっき竹原さんは私が指導するようなことを言いましたけど、私が指導すると必ず狂いますので、皆さん伴奏をよく聴いてあんまり外れないように一緒に歌いましょうということで、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。4番まで日本語、5番は一緒にそのカタカナで書いてあるやつをやりましょう。はい、thank you.
こちらから。どんどん選んでいただきます。あ、じゃあ、フロート。フロート。2ページですね。下の歌詞ですね。
ういうような感じのですね。はい、ちょっと余分なことを言いましたけれど。はい、5ページの下級者だそうです。5ページ。4番は。4番をロシア語を入れてくださいということです。ちょっとカタカナで発音しにくいですけど、ちょっとあのカタカナ読んでみますね。ダスベタリヤブラニーグーシータプリティトマニナブリコーイベハジーラナベナベレカチューシャナビソーキベレクナクルートイということで、一番といきます。
朝鮮争の、まあ、雰囲気そのまんまの歌ですね。はい、36ページですね。一人私は
Thank you.
流刑人というと、犯罪を犯した人というふうに普通考えるんですけども、流刑地の流刑人というのは実は、必ずしもそうではなくて、今日本流に言うとでっち上げですかね。そもそも何ですか、ここの歌の場合は金山なんですけども、開発のために労働力がいると。だから各地にその、領地ごとにね、割り当てをして何人出せということで、強制的に流刑人を作られると、そういうこともあったんだそうです。だから、そうするとバイカル湖まで逃げてきたから許して帰らせてやるとか、そういうことには絶対ならないわけですね。それの極めつけがサハリンで、非常に後で考えればバカみたいな話なんですけども、サハリンというのは島だと。で、一番狭いところが800メートル、広いところは 何キロかあるわけですね。リマン海峡というのね。で、島だから逃げられるんだろうということで、サハリンの場合は石炭が取れますし、木材もあるんですけど、で、開発始めたと。ところが、流刑人どんどん逃げていくと、冬になるとどんどん逃げていくと。っていうのは、あそこ凍ってしまうから、アモル川の、ほとり、河口の付近ですから、海水 の、 濃度が低いわけですね。だから、マイナス、20度とかになると、こちんこちんに凍ってしまうわけですね。それで、全然、離れ小島の意味がなかったと。いうようなこともあり伝わっております。だからサハリンに住んでいる人は大部分が元流刑囚の子孫ということだったり、最近は違うんでしょうけどね。はい。
で、あの、ここはロシア人形を歌うかといって、最初に名前をつけたんで、まあ、普通に人形と言ってますけども、まあ、あのロシア人形と言われ普通に言われているのは、ルスカヤのロンドンやペースニャン、ロシアン、ピープルズソングという、ものを、あの民謡と言っていると。で、民謡ならばフォルクローレですね。ロシア語でもフォルクローレという言葉がありますけど、ですから、あの本当は間違った翻訳なんですけども、まあ、あの広島なんかはロシア歌謡を歌う会というふうに名前を付けてるんですけどね、ロシア民謡の方がみんな親しんでるから、まあ、ロシア民謡の方でいいかというのが、いい加減な北九州のネーミングで、厳密に言うとロシア歌謡か歌謡かでいうことになると。まあ、ただ、歴史を遡ると、ロシアの歌というと赤の連中がやる歌だというのが、あの、あれとね、あの、目をつけられて、会場も借りれないとか、そういう時代がありましたので、そういうことからすると、実は、まあ、人形と言うとけば、古い歌だから、ええことに見逃してもらえるだろうと、目をつけられずに済むだろうと、まあ、そういう思惑もあって、ロシア民謡、ロシア民謡と言ったというようなことも伝わっておりますね。Thank you.
書きますなよ、赤くの湯に黄金の灯しみ、終わり消えず。Thank you.
第二次世界大戦のヨーロッパ戦争ですけども、この時も前段は惨敗なんですね。だからソビエトを掲げて、動員かけてもさっぱり戦意が上がらなかったと。でもちろん今のウクライナ問題に続くような、かなり理不尽なことを、それにソビエトも、各地でやってきているということで、結局スターリン途中でその戦略を変えてしまった。どうやったか、母なるロシアを守れた。だから大祖国戦争という、祖国戦争というのは2つ大体ソ連時代の定式化というか、1回目はナポレオン戦争ですね。戦争と平和に出てくるの舞台になってるね、ナポレオン戦争、これが1回目の祖国戦争。これも祖国戦争だと言って動員かけて、かろうじて勝ったと。かなりの部分がドイツ系の貴族なんかが指揮を取って活躍したらしいですけどね。それでそれに続く第二の祖国戦争だということで大動員が成功を収めたというふうに言われておりますね。はい。